まあ日本はもう終わりですよね。もう本当に日本はね、終わりに向かって突進中。で、この事態を招いた与党ですよね。自民党、公明党、アヘチンゾーですね。で、このアヘチンゾーこそ本当の保守にだと言ってね、みんなこうやってですね、拍手をするわけですよね。本当にこれバカな国ですね。自分たちが選んだ人間が、こんだけね、とんでもない売国行為やってるわけですよね。この武漢肺炎なんていうとんでもないね、病気を日本に引き入れて、そしてそれでね、あんたやってるわけですよね。普通だったらね、もう冗談じゃないと、こんなね、自民党今まではね、入れてきたけれども、もう国を終わらせるかのごときね、こんな政策を取り続ける自民党に誰が票なんて入れるよとやるのは普通なんですけれども、国民が支持しているのは自民党なわけですよね。自民党は未だに与党じゃないですか。公明党だって未だに与党じゃないですか。で、その公明党が足を引っ張って、今回のウイグル非難決議。非難じゃないんですけどね。骨抜きもいいところにされて、まあだからこそね、参議院選挙で、まあ今年の7月にありますけれども、次の参議院で皆さんにね、こう訴えていきながら。だから皆さんにできるのは、もう本当にね、自分の国を残したかったら、自民党へのね、支持やめようよと。自民党への支持やめて、日本第一党をね、支持しようって言って広げてほしいんですよ。まあ、ぜひね、皆さんね、少しでもいいからね、少しでもいいから広げてってほしいんですね。もうこれしかないんでね。まあ、例えばポスティングとかですね、いろんな形でね、自分のやれる範囲で結構ですので、その一つにね、こう、頭を絞るんじゃなくて、いくつもいくつも方法があるんだから、その方法を全部試すこと。もうやれる限り試していくというですね。